株式会社桜井印刷所4代目社長桜井理恵です。以前は大学と大学院の方でドイツ文学等をやっていまして、そこからこの、まあ、自分の父親の会社に入りまして、11年前に入社をして今に至るという形です。今までは業者として付き合ってきたけれども、できるなれば業者ではなくパートナーとしてお客様に寄り添うということがもっとできないかなと思っていまして、デザインや企画から印刷までが自社内でできますよということをアピールするために何か一つ作ろうというふうに思い立ちまして、コンセプトは、会社案内、しかも捨てられない会社案内ということで、ちょっと企画しました。で、内容をどうしようかなと思った時に、ずっとお世話になっている地域のこと、つまり川越のことで、観光者は非常に多くて、観光の冊子はたくさんありますので、もう観光ではない住んでる人向けのコンテンツを発信できるような冊子にしようと思いまして作ったのがきっかけです。こだわりに関しては、とにかく風の通りがある紙面ということで、余白っていうのは無駄な白ではなくって、全てを形成する中での白の部分っていう考え方をするとすごく大事なものだなと思っていて、その余白っていうのを意識しようと思って作っていますね。あとはデザインのどうこうよりも内容が頭に入るデザインであるということを意識しています。フリーペーパーで広告を取っていないというところで、自分たちのエディトリアルの可能性ですとかデザインへの挑戦っていうのをこの冊子の中でやれればなと思っています。何か川越の中でポータルサイト的に情報発信ができればいいなと思いまして、2018年の5月に公開しました小江戸のことというアプリなんですね。自分たちの街のことをもっと知るということが、やっぱりこの街自体をずっと存続させていく力になるかなと思っていますので、そういったところの一端を情報を扱う会社として担っていければいいなというふうに思っています。それから最近ちょっとご縁がありまして、また活字と活版印刷機2台をお譲りいただくことができましたので、今後はちょっとイベントですとか、それから多少ですが活版印刷の受注っていうのもやっていこうかなと思っています。ゲットウェル。